よかったなこの。それではコンペクトの秋冬、まあ、23年秋冬シーズンの中盤戦のアイテム、ようやく到着で、まあ、半年ぐらい前からすで、にまあ進行していて、まあちょっとだけずれて触れて本人になりましたけども、まあ、無事、まあ、本当に素晴らしい顔で登場してくれたので、はい、ものすごくちょっと、まあ、満足しながら今日迎えてるんですけども、大きく2素材でいきます。2素材、天然素材をベースにした中綿とドア、この2素材のアイテムをそれぞれ今日はご紹介していきます。で、1つ目がウール中綿の3型、まあ、ウール素材の中綿です。で、まあ、このようにキルティングっていうことになるんですけども、ウール中綿のキルティングアイテム、昨年が、エコポリエステルの綿で、やりました。まあ、これもご評判いただいて、まあ、というのも、まあ、製品染めキルティングなんだけど、まあ、製品染めっていうアプローチでご用意できたので、結構こうそういう味のある風合いだったり、まさに大水嵐のシールを使ってたので表情も結構しっかりあった。ただ、まあ、昨年もうすでに、まあ、次、キューティングに関してはなんかちょっと新しい素材を、まあ、探せないかな。で、それは、綿をちょっとアップデートする、でそれがウールでいけないかっていうので、まあ、デザイナーの武田さんが、はい、探しに探してくださいまして、くださいましてってくれて、たどり着いたのが、まあ、ウールの中綿なんです。ただ日本にはなかった。で、日本の生地メーカーさん、まあ、もうキルトが出来上がった状態でオーダーすることもできるんですけど、まあ、そもそもそれが存在してなくて、まあ、あの生地の商社さんを挟んで、ドイツの、ラバランシャというあの、まあ、ウール素材の綿を生産されている、このラバランシャから、中綿を、輸入するという形でやりまして、だったら完全にしっかりうちっぽいものをシェルとしてオリジナルで選んでいくっていう形で、コットンヘンプの、まあ、タイプライターというか結構細番高密度の素材が、まあ、いい感じの素材が、まあ、見つかる。でそれを、まあ、色としてはオリジナルでつけさせてもらうっていう形で、まあ、コンペクトらしい、まあ、チャコールグレー一色なんですけど、まあ、つけて、でいざ、まあ、キルト加工ですね。まあ、あのこれ日本のメーカーさんにやっていただいて、まあ、2インチ間隔の、縦ストライプというか、まあ、縦ラインの、縦キルト、まあ、ちょっとやぼったい顔つきにもなったんですけど、けど結構メンズファッションらしい、メンズシーンらしい縦キルト、まあ、本当にこういろんなあの海をまたぎつつ、何社かこうメーカーをまたいで出来上がった、キルティングになります。まあ、素材はシェルがコットンヘンプで、中綿がウールが 82%、 残りが、プラという、まあ、ポリエステルの一種になるんですけど、食物由来の、ポリエステルの一種の、綿になります。今日せっかくなんでこういうシートが、シートというか、まあ、あの生地サンドキルトを仕上げた構造は、まあ、あのサンドイッチ状態、これ見える白い部分が、まあ、ウールが8割ほど混ざっているウールベースの、まあ、綿、両側にこの白いこうシートがあるんですけども、スパンボンドですね。まあ、綿が、まあ、ただウール綿結構繊維が細いので、外にこう突き抜けて飛び出してくる繊維も多少はやっぱあるんですけど、極力防げるように両側にスパンボンドを敷、まあ、接着させて、でステッチを走らせるという構造ですね。でシェルもね、なかなかいい顔になってまして、
ちょっとシャンブレー調に感じます。これはコットンとヘンプの接着さ、染めた時の染まり具合の差、ちょっとこう玉虫調にこうなんていうんですかね、赤らんで見えてるの、ちょっと感じてもらえるかなと。いや撮影してて思いました。そう、ちょっと玉虫調、はい、でこれ地の目によって顔が違うかなとか、縦地の目で見る時とちょっと横を斜めて見る時と色が違って見えるのかなと。だからこのパイピングはいい顔になってるんですよね。パイピングもこう共布でやるんですけど、この地の目の違いでちょっと強調されたパイピングができてたりとか、まあ、このジャケットの方の襟端のパイピングだったりとか、うん、なかなかちょっとこう上田さんも狙ったのか偶然なのか、これはめちゃくちゃかっこいいなちょっと思ったりしました。シャンブレー調ということもあるので、まあ、多少このウールの原毛が、まあ、ちょっと突き抜けて少しこう出ていく。でというのも今回はこのラバランシャのウール綿はウォッシャブルなんですよ。洗える、手洗いが可能状態になる。でご家庭で扱えるレベルで、我々もまあ工場でまず一回洗って納品させていただく製品洗いの仕上げっていう感じです。で、まあ、サンプルなんかでかなり何回か洗う実験していて、まあ、綿の吹き出し具合っていうのを確認してます。今回シェルがちょっとこの風合いがあるヘンプコンのムラ感があったりとか、まあ、シャンブレー調のちょっとこの見えづらなので、まあ、綿があんまりこう目立ちづらい、印象です。なので、まあ、天然由来の天然素材を使うアイテムも、まあ、味として自分たちも、まあ問題ないかなと思って、このまま製品に仕上げさせていただきました。チラっぽいこう毛が少しちらつくんですが、雰囲気としては全然これむしろそれが味として見れて感じとしてはすごくいいかなと思っております。アイテムの包装に関しては、まあ、この薄いまず中綿であるっていう状態にまずしたので、そうすることで結構こう着合わせのしやすい、まあ、コンフェクトの秋冬のスタイルだとどうしてもリネン素材、ウール素材に代表されるように、いやものすごいあったかい生地で一着で防寒しっかりできますっていうのは比較的少ないちょっと頼りないというか、着重ねをしていただければ結構しっかり、冬が越せるスタイルができるんですけど、とはいえもっとちゃんとこうパワーのあるですね、音力のあるアイテムをということで、まあ、中綿アイテムで、そこの綿にウールが今回登場できたので、これはかなり使える。で中間着としての立ち位置も今回組みました。まあ、オーバーサイズドベストなので、ちょっとこのアウターベストとしても使いつつ、まあ、インサイドにもいけるライナー調ですね、ミリタリーライナーので、これはもう完全に、まあ、アウターいけるかな、まあ、ジャケットという商品名でウール中綿キルティングのジャケット、まあ、こう裾ラウンドでお尻がスポッと隠れる、まあ、カバーオールぐらいのサイズなんです。これはまあしっかりいけると思います。冬を越せるアウターとして、でパンツがめちゃくちゃ助かる、まあ、この薄くて、まあ、しなやか、ね、このキルトでいったからパンツがなんか自然に履ける感じ、薄いキルトなんで、まあ、パンツとしてしっかり、まあ、これ結構テーパードのラインも綺麗で、まあ、このキルトが結構なんていうかシルエットをいい意味でこう形を支えてくれる役割として、ラインが綺麗に入る、まあ、テーパードのイージーパンツ、スタッフも結構冬になるとインナーパンツ履いて中にね1枚履くみたいな、そこまでやるスタッフもなんか結構ちらほら見るので、もっとなんか1枚でしっかりこう温かさも完結する本力のあるパンツって言って、まあ、これは本当にしっかり出来上がっている。合わせやすいですから、まあ、綿はもちろん入るんですけど、あまりこう着膨れ感のない感じになります。でジャケットが、少しこう肩の幅もしっかりとっていて、袖幅もかなりあります。で袖口がゴムギャザーということで、まあ、よく良い意味で結構イージーな
作りになるんですけど、これ細かいところもちゃんと、例えばこういう力ボタン、前がこの納豆ヤシのボタンで、シェル、黒蝶貝の力ボタンっていう、まあ、なんか要所要所でこう、なんか落ち着いた雰囲気で着れる。なんか、こういうのが、まあ、ある意味アウトドアメーカーの、まあ、服とちょっとやっぱ違う、少しこう、トラット寄りのスタイルの一着に含ませやすい雰囲気が。まあ、裏地がないですね。まあ、ここもね、結構、助かるポイント。何かって言ったら、やっぱこのウール綿をこのダイレクトに感じていただければ、この綿自体の蓄熱力がかなり高いです。まあ、今日も今着て撮影してますけども、ちょっと熱くはなってきている。はい、まあ、俺今これから着ますけども、ちょっと怖いぐらい。で、これに裏地はつけないことで、まあ、結構こう中の、服との喧嘩もなく、スルッと洋服が、まあ、着合わせがしやすい、感じが肩のラインがなだらかに感じれる、まあ、襟型がこのちょっと初めてやりますけどね、こういう少しこう襟先をカーブをかけて太くない襟型です。まあまあ男性だと、まあ、肩はあまり抜かずにきちっと着て、まあ、それでも結構肩の傾斜を感じながら着ていくっていう感じですね。まあ、もこっとするんですけど、うん、まあ、いいんじゃないですか。あまりこう人から心配されない感じですね。寒くないかいみたいな。それはないかなと思います。暑いっすみたいな。あったかいっす。誰が見ても、そういう感じには見えるので、問題ない。まあ、本日のご紹介は、このウール中綿のキルティングともう一つあって、でこれがまあウールボア、コンセプトではウールボアの素材で作ったベスト、去年初めてのお披露目で、まあ天然素材のみでの組み合わせ、まあ、この側に来てるパイル面の方がウール 100% で、この皮膚というかベース布になってる裏に来る部分がコットン 100% で、和歌山県の、高野山の麓にある高野口っていう、まあ、地域が、まあ、昔から、まあ、パイル編み物、パイルメーカーですねの軒、を連ねているというか、まあ、そういう地域として、まあ、日本では、まあ伝統産業の一つ、まあ、パイル編み、まあ、そこの、メーカーさんと、まあ、お取り組みを一緒にして、まあ、ウールコットンの、パイルを作っていただいています。まあ、これが2年目の素材。昨年にはない、まあ、新色、昨年や全くやってなかったカラーですね。はい、で毛並みもちょっと、少しこう密度が高くなったかなと思います。毛足がちょっとだけ短いんですけど、まあ、しっかりとした密度感と張りがある。まあ、このチャコールグレー、ちょっと緑味のあるチャコールグレーとダークネイビーの2色です。パイルは結構、まあ、当然編み立ての、スピードとしてもすごく時間のかかるものでもありますし、さらに、まあ、編んだ後にシャーリングでカットしてい、くと。で、それによって、まあ、この毛足のちょっと短い長いタイプ、いろんなタイプの、まあ、ボアっていう状態になるんですけど、やっぱりこの裏面がある意味それを支える面っていうことで、防腐繊維、化学繊維が使われることがやっぱり多かったりとか、あとは、まあ、当然この表面も、まあ、そもそもおそらく化学繊維をブレンドしてたりとか、まあ、ポリエステル、のみで作られているようなタイプの、それもそれで良さではあるんですけど、まあ、コンセプトとしてはまあ、やっぱりこのウール素材の天然素材の風合いだったり、その自然のこういわゆる蓄熱性というか保温力を、まあ、体感いただきたいというところもありますし、いい意味でこう長く愛用していった時の、まあ、風合い、味の良さ、あとはツヤがいい意味でちょっとマットなんですね。あんまりこうピカピカしたツヤ感が出ないところもウールボアの良さなので、まあ、大人の方にぜひ聞いていただけるいただきたいアイテムかなと思います。まあ、どうしてもちょっとね、アウトドアテイスト、スポーツテイストというかね、
なって、ちょっとこの若い頃は着てたけども、まあ、少ししばらく着てないかなみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、こう落ち着いたあの見え面になってるかと思うんです。上品感に思います。ファスナーが今回は、まあ、ダブルジップということで、はい、あのこれもねオーバーサイズベストというか、まあ、ちょっと少々あの肉厚なセーターの上、例えばあとは、まあ、ジャケットの上というか、あのアウターベストのように使えるサイズ感になるので、伴ってこのなんていう下側の裾のこの毛回しが邪魔にならないように、まあ、ちょっと逆からも開ける、仕様にしてます。はい、上襟が、まあ、完全に起こしてもらっても当然いいっす。まあ、こうやってあったかいなというのもあるのでいいんですけど、あの今回ね倒せる、まあ、今回もというかこうやってハイネックをちょっと倒して着れるバランスにもしてるので、まあまあ両方で楽しんでもらえたらっていう感じです。お店に来ていただける方はぜひ買う買わない別として一回着てみていただきたいです。今回長期間にわたりこれ仕込んできたウール中綿着てみたので、着てすぐ脱ぐんじゃなくて着てすぐ脱ぐんじゃなくて、ちょっとなんか歩いて、そしたらこう体の熱がパーッと出てくると思うんで、その熱をこうキャッチして蓄熱してくれるのをちょっと実感いただきたいかなと思います。はい、両方ね、こっちも。さっき来た感じだとちょっとこっちも暑かったのがちょっと僕が一瞬感じたんですけど、両方ともあったかいので、お試しいただけたらなと思います。はい、それでは今日はおしまいです。はい、また来週。ありがとうございました。